ハリー・グレッグソン・ウィリアムズは、イギリス・イングランド出身の作曲家。主に、キングダム・オブ・ヘブニアや、ナルニア国物語などの映画音楽を中心として、活動している。ナルニア国物語、第1章、ライオンと魔女で、ゴールデングローブ賞作曲賞、ナルニア国物語、第2章、カスピアン王子の角笛で、グラミー賞映画、テレビサウンドトラック部門に、ノミネートされた。 本格的に活動を始める以前のハリーは弟のルパートと共にイングランドのサリーにあるアムズベリー学校で音楽の教員として勤務していた。しかしその後、ハリーは生徒としてギルドホール音楽演劇学校で音楽の勉強をしたという。その後はハンスジマーのリモートコントロールプロダクションに所属した。日本製ゲーム メタルギアソリッドシリーズの音楽を担当していることでも知られている。名前はハリー・グレングソン・ウィリアムズ、ハリー・ジー・ウィリアムズと表記されることもある。ハリーの代表作の一つとして日本製テレビゲームメタルギアソリッドシリーズが挙げられる。ハリーはこのメタルギアソリッド2から最新作のメタルギアソリッド V に参加している。初参加の2では基本的に メインテーマを含めオープニングやイベント、エンディングなど、ゲーム部分ではなく、キャラクターたちの会話シーンである、ドラマ部分の担当のみにとどまったが、その続編である、メタルギアソリッド3スネークイーターでは、戦闘シークエンスの音楽も担当している。サウンドトラックで表現すると、ディスク2の5曲目と6曲目、サイドカー、エスケープフロムザ・フォートレスと、サイドカー、 オンザ・レール・ブリッジの2曲などである。タイトル通り主人公がサイドカーに登場し、敵基地から脱出するシークエンスでの楽曲となる。その他、サウンドトラックにメッセージを添えたり、メタルギア 20th anniversary にビデオレターを送るなど、本シリーズに対して有効的な部分が伺える。弟のルパートグレッグソン・ウィリアムズも作曲家である。1966年生まれ。 映画音楽やテレビゲームの作曲を担当している。主な作品はベッドタイムストーリーやバトルフィールドにモダンコンバットなど。ありがとうございます。